皆様こんばんは。在宅歯科カレッジの収録を始めていきます。本日のゲストは西山愛先生です。西山先生こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今月から毎月1回西山先生に栄養のことを聞いていこうかなと思うんですが、まあ初登場になりますので、はい、まずは今日は今までどんなことやってきたかとか自己紹介とかをしていただきたいと思います。じゃあまず西山先生、自己紹介お願いしてよろしいですか？はい、私職業が管理栄養士をしてます、西山愛と申します。よろしくお願いします。今は起業をして、株式会社食サポートというところを運営しております。もともとは病院とか介護施設とかで働いて、16年働いていました。で、病院の方では主にどんなことをしてたかというと、一般的に言う急性期病院っていうところではなくって、慢性期病院っていう手術とかそういったのを終えられた方だったりとか長期療養する方を対象として栄養管理を行っていました。その中で私回復期リハビリテーション病棟っていうところがあるんですけど、そこは脳卒中だったりとか骨折とか手術を終えた後の方が、お家に帰るまでにリハビリをして過ごす病棟なんですけど、そこのリハビリじゃない、栄養管理を行う中でやっぱり病気にかかる前だったりとかお家に帰った後の栄養管理っていうのがとても必要だっていうことを感じて、今そういった在宅での栄養管理をするために会社を起こして今やっているところです。なるほど、ありがとうございます。はい、そうですね、まずそもそも論、はい、管理栄養士さんになりたいって思ったのはなんでだったんですかね？ですね、もう最初はもう単純な理由ですね。なんかそんなに私あんまり夢だったりとか描くことがなかったんですけど、ただ単純に料理が好き、食べることが好きっていう中で、じゃあその中で何か人の役に立てることがないかなっていうところで、まず栄養士になろうと思ったんですよね。ちょっとそんなに学力はなかったので短大にしか行けなくって、で短大で学ぶ中でやっぱりその先のこと、ただお食事を作る献立を立てたりだけじゃなくって、病院だったりとかそういう方の栄養管理、患者さんの栄養管理までしたいなって思った時に管理栄養士という資格を取ろうと思いました。なるほど、そうですね、栄養士さんと管理栄養士さんの大きな違いはご病気が、ね、あるかどうかになってくるので、そうすると必然的に取らなければならなかったってところですね。そうですね、医療保険だったり介護保険の中で栄養指導とか栄養管理までできるのはやっぱり国家資格である管理栄養士の方じゃないとできないので、はい。なるほど、まあ実際にどうですか、管理栄養士として長年働いてきて楽しかったですか？ですね、なかなか自分が思ったことができるようになるまでは、なかなか厨房の中にずっといたりで思うようにはいかなかったんですけど、やっぱりもうこの10年ぐらいですね、栄養管理の必要性っていうのが病院の中ではもうだいぶ一般化されてきたので、そういった面で直接患者さんの栄養管理をできるようになってからはもう楽しく充実してやっていました。わかりました。まあ、今、独立されたんですけれども、はい、それの大きなきっかけっていうのは自分の時間を作りたかったからですか？もありますね。はい、そこもあるんですけれど、まあ私もちょっと子育ての世代っていうこともあって自分の時間も作りたいっていうところと、あとはもう
先ほど言ったみたいに病院の中ではもう栄養管理、管理栄養士が患者さんの栄養管理をするっていうのがもう一般化っていうか、もう診療報酬の中でも当たり前にはなってきてるんですけども、じゃあ在宅もう一般の人向けにそれが一般的に広まってるかって言ったらまだまだなところで、予防だったりとか退院した後の栄養面に関してのサポートっていうところがもうまだまだっていうところを感じた時に、じゃあいらないかって、病院の中でだけでいいかって言ったらそうではないなっていうところを実感したので、じゃあ自分に何ができるかって言ったら、まあ、そういった起業をして自分の時間も作りながらのそういったものができたらなっていうところで今運営してます。ありましたね。私もまだまだちょっと栄養に関しては不勉強なところもあるので、ぜひ西山先生から教わっていきたいと思いますという形で、はい、はい、西山先生、ちょっと今月から毎月1回放送ご協力いただけますが、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと放送終了にするのでお待ちくださいね。はい、在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に配信を行っております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねよろしくお願いしますという形で、西山先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。